おはようございます。5月22日6時51分の相場解説、日足から見ていきます。まあ今日はね、しっかりと振り返っていくところをやってみましょうかね。こういうふうに下がってきたのが上に行ってですね、デイリーとしてはもう一回下がって上に向かっているところなのかなっていうふうに見えます。まあこれがね、 W にはならないんですよ。 W が右辺が強いに似てますけども、ちょっとこれは W とは認められないかなと思います。まあこの左辺がね、ちょっと長すぎるんで、W ってのはまあこういうことではないんではないかなというふうに思います。ネックラインは超えてますけども、ここから大きな急上昇ってのは起きないと思いますね。まあ移動平均線見てみると、ここから上昇が起きそうな形はしてるんですけども、まだ判断はできません。日足はこのぐらいの考察にしておきましょうか。で、4時間足なんですけども、4時間足はですね、このネックライン、ガッとありますよね。で、ここから下がってきたのが勢いをつけて、ズバッと上に上がったんで、もうここからね、107円、108円の方向に進むかと思ったら、案外そうではなくって、またもう一回潜ったりとかね、この、いわゆるゾーンに絡んだりしてますよね、ここにね。で、このゾーンっていうのは前もお話しましたけど、この辺から由来してるわけなんですよ。この辺もうにょうにょしたまんま、ここから下がるきっかけ、ドカーンと落ちるきっかけになりましたよね。まあそう考えると、ここの力点っていうのはかなり重要なんではなかったかなと思います。ここにも絡んでますし、ここにも絡んでますしね。で、今後はですね、この4時間は、おおむねは上の方に向かうというふうに考えてもいいかなと思うんですよ。ただそれも、ここのね、呪縛を超えてからなんですよね。こういうふうな形で上昇するんではないかなと思います。1時間です。1時間を見てみると、このような形になってますんで、まあ、右肩上がりにはなるだろうなと思うんですよね。まあそれ以上に言うことはないかな、特にな。まあちょっとね、横ばいに入るような感じですよ。横ばいに入る移動平均線ですよ。移動平均線見てみると横ばいを暗示してるわけなんですよ。こういうふうにね、ここまではちょっとはっきりとした上昇だったんですけども、ここも横ばいっぽいですよね。で、上昇と横ばいと、だからこうちょっとずつ横ばいを絡めながら少しずつ上に上がっていくのかなというふうに見えるのが、まあ1時間です。で、15分をちょっと見てみると、まあ、これはね、横ばいと言ってもいいんじゃないかなと思いますよね。だから、どう見るかっていうところなんですよ、まずは。この辺が、厚みを帯びて上下、保ってるところですよね。で、ここら辺も上下保ってるところかなと思うと、まあ、この間で、レンジを形成しながら、少しずつ少しずつ、まあ、上がっていくような形にはなるかなと思うんですよ。まあ、それで、今日は、金曜日ですね。金曜日なんで、ぼーっと私は見てみようかなと思うんですけども、まあ今月もね、取れるところは取れたんで、まあまあかなと思うんですけども、まあ実はね、収益性ちょっと、今月は5月は悪いんですよね。まあ大体月の初めに50万円の初期設定値にしておいて、あ、100万円ですね、今ね。50万円ぐらいの利益を目指すように、月の頭に100万入れて、月末に150万をずっと目指してるんですけども、まあそういうことは滅多なくてですね、まあぶっちゃけ20万今月切りそうというか、20万ぐらい取れればいいかなっていうところなんですよね。20万いかないかもしれないです、今月は。いやーちょっとね、スランプです。スランプって言ってもまあプラスなんで全然いいんですけども。まあなんとかね、FX でもそこそこ、稼いでいきたいなと。まあでもよく考えたら100万円で20万取れたら月利 20% ですから、むちゃくちゃいいっていうことにはなるんですけどね。まあ皆さんはね、月にどのぐらい稼ぎたいかなってことです。で、今月ちょっと言い訳するわけじゃないんですけども、その、まあなんですか、 FX のこのご質問にね、結構答えてるんですよ。今月どのぐらい、100件ぐらい答えてますね、もう延べで。まあそうするとね、まあちょっと自分のトレードにどっちかっていうとおろそかになってきてるかなというところはあります。まあでもどんどんね、ご質問いただければ、一部は直接回答、一部は公開回答でやっていきたいと思います。ものすごくいい質問っていうのは一般公開動画で回答していきますんでね、皆さんの勉強にもなるかなと思いますし、何よりも私の方がね、ご質問いただくとすごく学びになります。これからもよろしくお願いします。それでは今週はもう以上になると思います。私はチャートを見ますけども、今日は追加放送はないと思いますので、まあ、もしね、ご質問で一般公開してもいいよっていうふうなものがありましたら、回答していきたいと思いますけどね。それでは失礼します。